柿沢法務副大臣が東京江東区の区長選挙をめぐって木村弥生区長の陣営に法律に反するネット広告掲載を提案していたとして辞表の辞表を提出し受理されました本日12時20分に小泉法務大臣が柿沢副大臣と面会し辞表を正式に受理をいたしました任命権者としての責任を 重く受け止めております柿澤法務副大臣をめぐっては4月に行われた地元の江東区長選をめぐり木村区長の陣営に公職選挙法で禁じられている投票を訴える有料のインターネット広告掲載を提案したことが分かっていて柿澤氏も小泉法務大臣に対し事実関係を認めています。事実関係を大筋として認めまた 深い反省の念を持ち、またそれを表すために是非辞任をしたいと。野党側は朝から柿沢氏の参院予算委員会への出席を求めていましたが、政府側が柿沢氏を委員会に出席させずに辞表を受理したことに反発しています。こうした中、先ほど柿沢氏は記者団の質問には答えず法務省を出ました。